はい、欧州漢受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も適正文系ということで、問題の方一題解いていきたいと思います。早速問題読みますね。次の文章を読んで後の問いに答えましょうということで、早速文章の方読んでいきましょうか。ある日のこと、亀はいつものようにゆっくりゆっくり散歩をしていました。それを見てウサギは笑いながら言いました。亀くんはのろまだねえ。それじゃあ散歩が終わらないうちに日が暮れてしまうよ。すると亀は少し怒って言いました。ウサギさんは確かに足は速いけれど、僕だって本当は君に負けないくらい速いんだぜ。これを聞いてウサギはびっくりです。へえ、これは驚いた。それなら僕とかけっこをしてみよう。そうすればどちらが速いかわかるから。いいよ、じゃあ明日の朝野原まで来ておくれよ。さて次の日、ウサギが野原に行くと、亀はもう走る準備をしていました。おや、亀くん随分張り切っているね。でもどちらが勝つか競争しなくても分かっているんだけどね。まあいいさ、それでどこまで走るんだい。向こうの丘のてっぺんまでさ。よーい、ドン。亀はいつもの通りゆっくりゆっくり進んでいきます。ウサギはあっという間に亀を引き離しました。そして丘のふもとまで来たとき、振り返ってみました。亀の姿は見えません。ふん、こんなものさ。あんなにのろい亀が僕に勝てるわけがない。それからそばにあった藪の中にごろりと横になりました。ウサギはたちまち眠り込んでしまいました。亀は休まずに走っていました。亀は疲れを知りません。もちろんウサギから見たら地面を張っているように見えたでしょうが、ウサギが目を覚ましたのは太陽が随分上の方に上がってからです。慌てて野原を振り返ってみましたが、亀の姿はありません。亀くんはまだのろのろ進んでいるんだろう。ウサギは急いで丘を登り始めました。そして丘のてっぺんに着くと腰が抜けるほど驚きました。なんとそこに亀が待っていたのです。やあウサギさん、ずいぶん遅かったんですね。それから亀はにっこり笑って言いました。早かったのはやっぱり僕だったでしょう。ということで、これはウサギと亀の物語ですね。皆さんも、この話は知っているのではないかと思いますけれども、ここのところで、ポイントですね。物語文ですけれども、主題を読み取りましょうというところがポイントになっています。この物語の中で作者は何が言いたいのかということですよね。それを読み取って自分の意見を書いていきましょうというところなんですけれども、早速問題を見ていきましょう。括弧1、この文章の教訓を四字熟語に例えると次のあからへのどれに当てはまりますか。最も適当なものを一つ選び記号で答えましょうということで、あからへ、四字熟語並んでいますけれども、それぞれ見ておきましょうか。あ、一朝一夕、これについてはわずかな間ということですね。わずかな時、一朝一夕、朝と夜、つまり一日だけということですね。一日だけではできませんというような表現で、一朝一夕にはできませんというような使い方をしますね。そしてイです。日進月歩、これは日に月に急速に進歩していくことということで、例えばこの国の発展は日進月歩だというような形で使います。急速に進歩しているという意味ですね。う、無我夢中、こちらは我を忘れるほど熱中するという意味です。そしてえですね、こちら油断大敵ということで、どんなに優れていても油断をすると失敗をしてしまうことがありますよ。油断してはいけませんということですね。そしてこのえの選択肢、油断大敵こそがこのウサギと亀の物語で言いたいことになりますよね。ということで括弧1、回答えということになります。そして括弧の2です。この文章を読んで感じたり考えたりしたことを自分の体験を含めて130字以内で書きましょうということで、括弧1で答えました。油断大敵、この話を読んで自分の体験を含めて書きなさいということで、公立中高一貫校ではこのような問題よく出ますよね。文章を読んでその内容を掴んだ上で自分の体験を踏まえて書くということで、油断大敵、自分が油断をして失敗してしまった、そのような体験を書いていくとうまくまとまりますよね。
模範解答です。私は計算問題を解くのが得意で、いつもクラスの中で一番早く解いて100点を取っていました。自分の状況ですよね。自分はどのような、状態でいたのかというところをまず説明しています。計算が得意でしたということですよね。先日1番にできて提出したら3問も間違えていましたということで、ここのところ先ほどのウサギとカメの物語、それを踏まえての経験ですよね。ウサギとても足が速い、走るのが速いわけですけれども、油断をして途中で寝ていたらカメに負けてしまった。ここもそれを踏まえて、自分は計算が得意だった、しかし油断をしていたら3問も間違えてしまったというところですよね。そしてその原因です。どうして3問も間違えたのかというと、いつもできているから大丈夫だと見直しをしなかったからです。まさしく先ほどの油断というところですよね。そして油断大敵という結末に、向かっていくわけですね。これからはきちんと見直しをしようと思いますということで、油断をして失敗してしまった、今後は絶対に油断をしないようにしようという前向きな結論ですよね。ということで、こちらですね、物語文を読んでまずは主題をつかむ、そしてその主題を踏まえた上で自分の経験を含めて、思ったことを考えたことを書いていくというパターンですね。まずは文章をしっかりと読み取るというところですよね。こちらウサギとカメということでね、もう皆さん物語の方、内容を熟知していると思いますので、そんなに難しくはなかったかと思いますけれども、このようにね、しっかりと、物語の言いたいことを捉えるというところがまず必要になってきますね。それでは皆さん、欧州漢受験に向けて頑張ってください。